よかった。うん、お2回目本日もピートリックマーメイド五反田店というわけでして、抽選が、昨日4番やったんですけど今日は、16番ということで25、6人ぐらいだからちょっと後ろ寄りっすね。できれば2日連続窓通5000ゲーム以上回して裏マギクエだけやってないので昨日ようやくフリーズ引けましたんで出玉的に昨日を超えたい、まあ、ほんまに平均設定はいいんでそろそろ打てなくなるんじゃないのかなという懸念もありますんで、もし打てへんかったら違う機種も視野に入れつつ、入場して頑張りたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日も魔法少女マドカマギカ2、今日はマギクエでかまそうと思います。まあ中身設定があればの話ですけど、なかった場合はちょっと移動も視野に入れて周りを見つつ流動的に立ち回ろうと思います。俺打ちとは俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。やってまいりました。2日連続マド2でございます。僕が、マド2で引きたいフラグっていうのが、まあ、ワルプルギス、フリーズ、裏マギクエ、これなんで今日の目標は裏マギクエ。よし、はい、116位もチャンスゾーン、どっちやろ。まあスイカっすね、これは。やって、無理があるな。おー、リプレイ一発。馬苦渋ゲーム消化の85枚。チャンスゾーンの引き戻しにかけたい。おっ、思ったよりたまるやつね。おっ、レアの子役。チャンス目多いな今日。チャンス目超高とかおらんかな。超高おっかも。あ、超高や、超高や。多分これチャンスゾーン行きますよ。コブラっすね、多分。はい、今もうめちゃくちゃ熱い瞬間を今目の当たりしました。これ入った瞬間にフラッシュ、レア子役、しかもホムラ、チャンス目 B。 最高。あ、これピカるんちゃう。おん、ピカった。 うますぎるやろ。はい、これしかも汚れ解放まであるんじゃないね。汚れ解放までついてきたし、バリうまいっしょ。誰、うわ、やったね。今日もやってるよ。いきなりワルプルギス、そしてホムラのチャンスゾーン中に引いたんでマギクエもついてくると、いきなりやらかしております。いきます。継続率何パーや。もうそんなことはどうでもいい。継続率とかどうでもいい。ここでボーナス引いて続けさせまくることしか俺は考えてない。上の手まであるか。お、チャンス目 B。 30ゲー、よし。アギア、オーケー。マロカ、いや、か、お、ナビなしでチャンス目。いや、これ大丈夫でしょうと。危ね。あ、くそ、ほんま固まらんな。14年13年130ゲームです、ワルプルギス。この後はマギクエついてきます。後ろ、あ、いや、もう俺このパターン知ってるわ。地獄やもん。これは諦めが肝心のマギクエ。はい、諦め肝心。15ゲーム275ゲーム。いや、早い終わるの。ほんまにワルプル以外からあんまり乗せられなかったし、なんやったらいまだに俺今日強チェリーゼロ、700ゲーム近く回して強チェリーゼロ。ようやく、ようやく来た強チェリー。
1194ゲームで初の強チェリー。おう、あ、大きな窓かの顔からジャックチェリー、ファーザワザワしてるんだけど、ジャックチェリーからのチャンスゾーン、ここで引っ張ってくるか。あそこ、いやまあ設定的な手応えはあるな、やっぱり。とりあえず当てよう、これで。絶対あかんやん、こんなん白やぞ、おい、大丈夫か。いや、きつ。あー、ここで書き換えろ。じゃあ無理よ、着地は奇跡を最悪や。これ、あれじゃなかったっすか、汚れじゃなかったっすか。そうっすね、これ70ポイント以上ですね、やっぱりこっちの方が。まあ、汚れ解放するまで打ちますか。5枚目です。昨日よりひどい流れやな、これ。過去俺窓2でこんなに入れたことないぐらいの額が入ってる。半端ないっすわ。強チェリー、ナイスタイミング。339、はい、343ゲーム、強チェリーからボーナス星47000。めちゃくちゃ久しぶりに ART。 ここでなるべく汚れを貯めたいな。ジャックチェリー、お、仕事する。20ゲームは耐えた、汚れ出へんパターンのやつね。はい、30ゲーム、まあ、30ゲームまで止まったんで頑張りましょう。おっ、ほんまかい。おー、いやー、ジャックチェリー落としてくれない。ちょっとでも取り返してくれ。4万7000は大金や。来たー、もう久しぶりよ、マギクエ。ちょっと今まで普通の形でやってて成果がないんで、ちょっと新しい形やってみたいと思います。僕の本体でもあるこのメガネをソウルジェムの上に置きます。これできっとこの台は俺の意思通りに動いてくれるはず。じゃあ行きます。知らんやけど、いやもうやった自分が恥ずかしいくらいクソ保留っぽいな。よしよし、オッケー、超えろ。あー、まあ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 、おい、20ゲーム、オッケー、出てきたな、できない、この野郎。大丈夫、俺の意思通りに行くならここでベル以上が絶対に成立するから。なん、これで当たるまである。ていうか、これでもベル以上ですから。ほらほら、もう意思疎通取れてる今、完全に俺の精神がこの台を支配してる。だからもう言わずもがな、ここもベル以上。やばい、こうメガネ落ちてきたってことはまずい。メガネが落ちひんがったら多分継続しましたね。75ゲーム、まあまあ OK です。いやー、やってやりましたよ。はあ、完全にもう精神が今もうこの台、僕のこの4万7000入ったという精神が完全に支配してる。いきますよ、もう完全に完全にこの台、僕の精神が完全に包囲してます。ホームラン、メガネ置いた方がいいっすね。お、光り申した、チャンスメイ、エイ、10ゲイ、ボーナスです。あふれ出せ汚れ、紫7、チャンスメイから紫7、あふれ出せ汚れ、溜まってないな、マジで。お、お、強チェリー30、うまい。あー、25ゲーム、強チェリーからボーナス、ナイスショック、はい、542枚。気づけば残りゲーム数が162ゲームと、まあまあ伸びましたね。
お、横川のみ追加か。頼むわ。反転した。あ、まだ分からへんぞ。しゃい、今日2回目のワルプルギス、俺に勝てと言っている。行きますよ、投資の向こう側に。ワルプルギスの夜、さあ目標は300。いや、ボーナスやな、ここでぶっ壊す。いや、さやか出すぎ。うわ、もう過去最低っすね、7000+65ゲーム。うわ、最悪や。もう、はい、終わりました。結構続きましたね。385ゲーム、1175枚と。誰だ、さやかっす。よし、引き戻した ART。 よし、中断チェリーじゃなかった。10ゲーム、ボーナス、ボーナス、ボーナス、チャンス目から飲食ピーク。よし、今日2回目の特定ボーナス。もうそんな言うてもって感じぐらいの確率ですけどね。おお、よいしょ。メダル詰めてるとあるよね、あるよね、メダル詰めてるとびっくりさせられるとき。僕と契約して、はい、行きます。マギ、こい。キューベイがいきなりおるパターン、俺すごい嫌い。左右で引っ張っても、おし、ここの声を、あー、ここ声になったか。10ゲームの20ゲームかー。25ゲーム、7ぞろいとは。終了ですと、520ゲームですね。1533枚と、もう十分出てくれてます。十分返してもらってます。プラマイゼロラインまで行くのはちょっときついんで、4万7000でしょ。ってことは800枚ぐらいの出玉をもう一発作らないといけない。窓通ですらしんどいな。はい、ART 終了後のチャンスの引き戻し、22ゲームです。マミさん、お、当たったんじゃね。よいしょ、ベテラン魔術師。もうすでに突入リープが揃ってたんで、こうなっちゃう。あー、チャンス、おー、ホーム。あ、何か確定です。ボーナスかな。いや、マギクエストね。いきます、後ろ、マミからのマミ。おーおー、50、行け。おー、ちょこち。よし、いいね、ようやく戻ってきた、あの頃の感覚。よげー、まあ、80ゲーム今日最高記録ですね。お、またや。あ、今日チェリー。お、30ゲーム以上、 OK、 30ボーナス、 OK、 汚れ解放のチャンス。あかなんな、今日チェリーから来いよ。ら溜まってね。おお、びっくりした。ようやく7ぞろいもね、ポコポコ引けるようになってきました。いいっすね、いい感じ。お、50ゲームバリ薄い。 0.何%やったっけ。いいね、完全に流れが来てる。 OK、 はい、マギクエ、白、うん、弱いね。絶対マミは抑えろ、マミは抑えろ。よし、うますぎ、ワロチ。おお、ダブルマドか。これ最高400乗ります、これだけで。まず200、
あー200だけか。まあまあくそ、いやー夢のような数字見たかった。まあ200 OK。 やっぱ左手か。過信しすぎた左手、また窓か。この1回の巻き食いに3人の窓かが住んでる。取るぞこの窓か、取るぞホムラちゃん。うわー下手っぴ。いやー600の夢もあったな。いやもう地獄。はい、220ゲーム十分でしょ。窓か3人おったからね、ちょっともうちょっとって思いましたけど、いや早ですわ。でこれ多分さっき前兆中でおそらく天狗がやったと思うんで出てくると思います。マギクエ、はい、白京子10ゲーム5ゲーム。うわーここをしくるのね。最後キューベ、なんかまあまあ保留ええな。お、すごいこの左、ここで右手に変えるんだよ。ほらね、ここで右手に変えるんだよ。よし、ここベル引けばかなり望める。よし、もう一回サヤカ取れるチャンス。保留はサヤカが大好きです。うまい。はい、20ゲームで取ると、取ると、行こうぜ。緑のマスが見えるまで。よし、さやか2人所持でここまでやってるのは俺は結構すごいと思う。自画自賛。あー1人のさやかが行き、おーしパーサーズマス確定。取りましょうよ、今だ取ったことないバーサスマス。ダンスは押しとこう、ダンスは押しとこう。来たでおい、バーサス取ったでおい。プラス 1マスだけか。窓2で引きたいフラグっていうのが裏マギクエ。今日の目標は裏マギクエ、すべてをかけろ。きたー、裏マギクエじゃない。この2日間ですべてやりました。いきます、やりました。ちゃんと取れてる、ああちゃんと取れてるね、オッケー。いきます。何があって一番大事なのはここでボーナスを引くこと。あ、いやめちゃくちゃ早かったな。まあでもありがたいです、ようやく行けたんで。窓かおるし、さあランス調整バッチリいったらやろ。くっそ、最速で駆け抜けたな。はい、というわけで裏マギクへ行ってプラス200と、まあ引くことに意義があるもんなんで OK です。本音を言うならボーナスいて裏棒も引きたかったですけどね。残り576ゲームまくりました。また奇跡の生還やったか今日。コングラチュレーション、おめでとう。赤どんなに何でそういうジェムを輝かせるのか大好きね。おおおおおチュータチェルに来たこれ。今日、いや昨日と今日で全部やったぞマジでよ。はい、3桁プラスボーナスプラス、マギクエやったっけな。あ、そうか、チューチューは紫確定か。あ、これはチューチューの分や。
チューチューワンセット上乗せか。俺 ART 中にチューチュー引いたことないんでちゃんと恩恵知らないんですよね。ほぼ実践地でしかやってない人間のあれっすわ。まあ、とりあえずまずはこのマギクエでまた裏マギクエを目指します。あ、キョチェリーやん、早いし。ボーナスちゃうんか。あ、ボーナスや。キョーチェから移植。あー、よかった。うん、おー、今日2回目。皆さんに奇跡の瞬間を届けます。いきます。オッケー、よし、激アツじゃねえか。チャンス目 B。 これアツ。よし、 ART1 セット上乗せ、もう一発確定よ。継続やし。30ゲーム、30ゲーム。すごくね、びっくりした。目見開いてもだ。なかなか薄いよ、あの時間速なしで。で、ボーナス1回いきまして265ゲーム上乗せと、残りゲーム数759ゲーム。はい、白。おお、ホームラン。ここで時間速を決めろ俺。えい、よし、来た。今日暴れまくりやないかい。おお、大丈夫ちゃうか。はい、でここから小村です。私は何度も繰り返す。かわいい。ここ越えて。よし。さあレベル3の実力っていうやつを見せてもらおうか。か、早くね。もう2連続で順押しリプレイけんやろ。くっそ、ホームラン全然毎回生かされへん。はい、3000枚ゲットでございます。なかなか見れない。しわき肉踊る、シュチ肉輪の魔法少女バーストよ。弱く見えるぞ。熱い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 。これジャクチェリー、ボーナスや、弱者重複。えい、やっぱマロツ面白い。こうなるまでがマジしんどいけど、こうなるともうほんまにたまらん。マギクエかこれ。あ、マギクエや多分。はい、じゃあ行きます。白、さあやさベルを弾けない人。あパネルショート。 This is bonus。 OK、 That's all。 はい、マギクエ中に紫なら完全に流れがこっち来とる。お、横コン完全 B。 あ、この辺のはそうか、全部後に回んねんな。5000ゲーム到達。いや、2日連続全突破しちゃったな、うちの企画やったら。どうやったっけな。取れよ。いや無理か。よしよし、一発目はセーフない。だからそこのマミさんを、マミさん、よし、まあまあまあ助かっただけ、命ながらえた。いやーもう先が命ながらえた先地獄。はい、100ゲームの上乗せ。いやー激しい音だ。残りゲーム数また戻った792ゲームに。おっと、振り返りざまの指タッチ。さっさと指を離せよ。
話したくねえよ。どうしたんだよ。いやマジ可愛いな。こいつの指持って話しつけてこい。行こう。せやな。20ゲームボーナスあるんちゃう。あ、ボーナス単独です。やっぱり特定ボーナス当たらんな、この台。はい、単独の移植です。4000枚オーバー。頑張りますか。私に任せて。どう。あー、スイカ右だおー、煽り。どうなるのよ。やるじゃねえか。まだやらせてくれんの。お、ワルプルギスです。今日4回目のワルプルギス、いきます。まっ、着地か。まあ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 。お、25ゲーム。あっぱだー。うわっ、うっす。なんでや、怖っ。大丈夫でしょう。うそ。5000。うわ、5000か。着攻撃で負けたし。5255ゲームです。もっといげつない未来もあった。ゲーム数残り554ゲーム。どうやら5000枚出そうです。はい、 ARTG 移植単独5回目やね。スイカからの赤7。お、メガホーム特大のチャンス B。 すげえ、ボーナス。お、赤。おい、わけがわからない。わけがわからんらしいっすわ。ボーナスやからな。はい、チャンス目 B から移植ビッグ。はい、4996枚からの5000枚ゲット。いやー、素晴らしい。あー、もう残りゲーム数少ないですけど、あの後乗せ確実にあるんで、このセットはまだ続きます。おっ、90ゲーム、すごい量の後乗せ。はいはい、というわけでですね、もうなんかもういっぱいいろいろあったこの ART、2500ゲームの5955枚で終了です。まあ継続しないと思います。はい、終了です。で、まあとりあえずもう時間も時間なんで、チャンスゾーンの前兆だけ見たらやめます。楽しい窓巻きあった、最高よ。この2日間は窓巻き打ちの妙利に尽きる。窓2ね。やっぱ6号機はね、出玉というか初当たりに素直なので、まあこちらも非常に、出ていると。本日こんな感じになってます。まずこの台、まあマイナスではないプラス領域で終わってます。最後へこんでますけども、こちらもまったりと、まあプラマイゼロ領域、ちょっとマイナスまで落ちてますけども、いってると。こちらはがっつりとへこんでるけど、最後ギュッと上がってると。で、最後角見づらいですけど、まあマイナス領域プラマイゼロあたりにいってるんで、おそらくですけどこういうグラフ設定位置の窓巻きやと、もうほんまこれのもっとひどいやつとかにもなりやすいんで、オール3とかなのかもしれないですね。僕の隣なんですけども、この台売ってた方がセブンズの視聴者様なんですけども、あの3ポイって言ってました。結構窓2打ち込んでる方だったんで、まあ3ポイ、3を確実に見抜けるかっつったら、まあ難しいところなんですけども、中間の下目かな言うて、奇数の3かな言うてました。僕のも結局薄いフラグを重ね重ねて引いて、こんだけ一気に上がったんで、まあその設定的な手応えというとそこまで強くはないです。まあ、弱チェで一回チャンスの飛んだんで頑張って粘ってみましたが、あと汚れが溜まってたんでね、粘ったから、まあその分が余計を、まあ上振れで出てくれたかなって感じです。はい、以上です。だから今日はそこまで、どうなんですかね、全体的にはもう出玉持って帰られてるお客様がほとんどですので、何とも言い難いんです。あのちょっともうちょっと早く全体チェックすればもっと、何かしら分かったのかなと思いますけども、申し訳ないです、その辺は。まあ、とりあえず最後、エンディングワールドさん帰ってやりたいと思います。お疲れ様でした。
おはよう。おはよう。昨日おめでとう。え、ついた。わかる？わかる？嫌な気しかせえんだ。ちゃくわかるこれ。僕だよ。妖精だよ。俺9時やんけ。もう9時もう大概よ。普通の人はもう起きてシャワー浴びて仕事行ってる。でもさ、ごたくはいいから行くよ。行くよ。いいかじゃないで俺窓開けて。開けて。大阪帰って。うん。大阪帰んの？帰って今。帰ろう。まだ今。今すぐ帰って。帰る前にいろいろ言わなことが帰る収録情報とかよ。ちゃんと恐れ。ちなみに予想設定は初日が5で昨日が3や。皆さん今回の動画見てええなと思ったらチャンネル登録とグッドの方よろしくお願いします。また各演者のツイッターのフォローもよろしくお願いします。あと、セブンズ TV のステッカーも配っております。よろしくお願いします。それではまた近々セブンズ TV の動画が上がると思いますので、皆さん本日はご視聴の方ありがとうございました。またよろしくお願いします。これ打足やん。これ打足やん。いや動画にやっぱりさ、その YouTube 映えが欲しかったから。